皆さんおはようございます。今日は8月2021年の8月の30日、残暑厳しき折のはずですが、今日は結構ね、厚い雲が覆っていて日差しがないから涼しいっていうかね、暑からず寒からずいい感じのあれですね、お散歩日和ですね。ただ今朝のお散歩中です。私の夏はもう終わりましてですね、今日から、新学期ということで、今日はですね、N 予備校の後期授業が始まりますので、世界史受講生の皆さん、また頑張りましょう。で、今日は日清戦争のあたりからですね、清国の崩壊の話をいたしまして、その後ね、朝鮮の近代朝鮮の歴史とか、あとはインド、東南アジアというふうにして、アジアのね、近代史をずっとやっていきますので、毎週月曜日の夜21時、9時からですね、N 予備校世界史、よろしくお願いします。寸大はですね、寸大も今日からですね、寸大の方ですね、高三生私が教えるのが、水曜日大宮、それから土曜日がお茶の水でございます。はい、お茶の水はね、東大受験クラスなんですが、大宮校の世界史は高3世界史は1個しかないので、クラスがね、いろんな志望校の方がいらしてますので、すごいね、大宮はですね、少人数なんですよ。なので、ちょっと塾っぽい感じで楽しくやってますので、ぜひ埼玉、群馬から通えないこともないかな、埼玉近くの方はぜひ寸大の大宮校にお集まりください。はい、先生はね、お茶の水本校とほとんど変わらないですよ。やってる内容も一緒です。はあ、もうね、もうこれから秋でしょうね。で、9、10、11、12、この4ヶ月はもうあっという間ですので、毎日毎日ね、大切に時間を使ってください。はい、きっとね、頑張れば結果は出ます。ちょっと今ね、やばいものを見つけちゃいました。これは桜の木ですね。桜の巨木の根元に蜂の巣がありました。おー、いっぱいいる。おー、いっぱいいる。おお。あ、なんか働き蜂さんがこれから朝のご出勤ですね。うわー、すごい。近づかないことですね。逃げます。これスズメバチ、アシナガバチじゃない、スズメバチ。これちょっと やばいのと、逃げよう。逃げます。ゆうべはドワンゴのなんだ、ニコ生やりました。だんだん分かってきた、やり方が。あれはね、
やっぱあれはあれで楽しいですよね。すごくね、その配信者とね、その見てる人のこうなんか一体感がありますね。独特のニコ生さんっていうのは、うん。なんでこれからもニコ生配信はやっていきます。まあ、なんといってもそのこのですね、言論統制のご時世の中で言論の自由が保障されてる、しかも日本のプラットフォームっていうことで、非常にニコ生さんはですね、貴重な存在ですので、皆さんで応援していきましょうよ。ね。で、まあ、ただ、その拡散力が、ちょっと YouTube には及ばないので、まあ、このニコ生で撮ったやつを、こう、YouTube に後で上げるというふうにしていきたいと思います。まあ、昨日もね、結構やばい系の話を、したので、これをうまくね、YouTube のビッグブラザーにこう見つかんないように、いかにこの上げるかというですね、もうゲリラ戦ですわ、ゲリラ戦。クローズのね、有料コンテンツにしちゃうっていう手もあるんですが、ただ有料にしちゃうとね、広まらないんだよね。うん。なので私はギリギリ無料で頑張っていきたいと思います。はい、では今週も頑張りましょう。